今日キャミソールブラザーズの大場さんがスタジオインということで、はい、やっとこでございます、はい、ね、やっと2人が揃ったということですね。まあキャミソールブラザーズ、まあ、どんなパフォーマンスをねしてるのか視聴者の方わからない人もいると思いますので、まあ、せっかくなのでここでパフォーマンスを披露してもらおうと思ったんですが、ちょっとスタジオが狭いということで残念ながらこの場ではお見せすることはできないということですね。ディスタンスの関係はしょうがないですね、はい、そうなんです。そこでスタッフが VTR を探し出しました。はい、2021年に秋田市通り町でキャミソールブラザーズが行ったパフォーマンスです。ご覧ください。あ、いいね、通り町だ、うん、いや近いな、お客さんと近いね。いや小林腰低くていいな。ありがとう。フォームチェックやめてくださいよ。ありがとう。分かんないっす、正しいのが。俺らは背筋が綺麗なのはいいんだよね。 それがいいんすか。うん、腰はね、この間あれだもんな、大場の弟にも褒められたもんな。だめよ。弟俺さ、腰の動きがだいいって。いや結局キャミソールブラザーズのパフォーマンス、これどういうあれなんですかね。なんだろうね、にぎやかしだよね。にぎやかし、うん、音に乗せてこうやって好きに踊るというか、うん、そうだね、関節くねくねさせたりね。でも振り付けとか合わせてるとことかはやっぱ練習してるんですか。練習もその日その場で合わせたりもするし、あと基本俺がもう全部一人で暴走しちゃうから、それに大場が合わせてくれたりとか。大変大変大変。何なんですかこの動き。どうなってんのこれ。おお、はいね、そう、見せ場。ああ近い近い。危ない。え、大丈夫ですか、はみ出てない、いろいろ。近いね、圧力かけてんの。これお子さんとか見て泣かないっすか。泣く。泣くっすよ、怖いっすよこれ。半々、うん、俺たちのこと面白い怪物だと思って見てくれる子は目キラキラさせてくれるけど、はいはいはい、ちょっと引いてる子にギュッて詰めると、うん、泣くが逃げる。そうですね。まあいい人生経験になるよな。価値観の違い。すげえ、自分のこと完全肯定したんだ。これ女子高生とかに人気出たらやばいですけどね。いや出てほしいんだけどね。今店内に一人だけいるよ。俺たちにドハマりする女子高生が一人。いじめられてないですからね。その子県南の高校でな、はい、札幌いるな。ということでパフォーマンスの VTR でございました。はい、2人は結成して何年ぐらいになりました。これ今実際一緒にキャミソールを着て、はい、イベントに出てってなると、うん、多分6年とか7年なんだけど、多分実際にちゃんとこうやって2人で、うん、なんつうの、営業でもないけど、うん、イベントにたくさん出始めたってなると4年ぐらいかな。あ、4年ぐらい。細いな。写真はもう細いっすよ。花も林だ。これは何年前。これが多分2015とか16ぐらいで、花輪林って あの、はい、あるじゃない、うん、あのお祭りって終わった後にステージイベントやるのよ、みんな、各町内が、カラオケ大会とかダンス大会みたいな感じ で、うん、でそれに呼んでもらった時ね。あのお祭りもね、いい意味で狂ってていいんだよね。あれ狂ってるよな、うん、花輪林はおすすめの。2人ね、線も細いですけど、あ、こっからやっぱ厳しい修行を重ねて、そうね、鍛錬重ねてね、こうなったってことですね。あ、まだこの時着てるキャミ前のサイズ、前のだね。あ、今のサイズよりはワンサイズちっちゃい。そうそう、旧型のやつ。旧、はいはい、型ね。旧、はい、型の。お二人のですね、パフォーマンス、いつかこのね、スタジオで生放送で披露できるように考えておりますので、その際はよろしくお願いします。はい、ぜひぜひ、はい、お願いします。とここまでですね、キャミソールブラザーズのパフォーマンスについてお話をいただきましたが、大場さんが初めましての方も、ね、はい、視聴者の方もいると思いますので、ね、今日はたっぷり大場を楽しんでいただきましょう。挨拶が遅れまして、すいません。なんで今まで出演しなかったんだとかね、思ってる人もいると思いますので、まあ、大場さんについてですね、いろいろとこう聞いていこうと思います。はい、大場さんのツイッターの、ね、画像を活用しながら、あ、はいはい、ちょっと聞いていこうと思いますので。提供したつもりはないけど使われるのね。そうです。あ、勝手に、あ、OK、はい。椎名ちゃんは勝手に使われます。うん、なるほど、わかりました。そういう番組で、はい、はい、そうです。あとでお話だけさせてください。はい、お願いします。やるからね、こちらは。大場さん、普段は何をされている方でしょうか。まあ、僕が毎週来れない理由の最たるもんですけど、はい、僕、基本会社員なので、はい、普通に。シンプル会社員なので、月金は
会社へ行ってます、はい、そうですね、火曜日のお昼は出れません、はいはいはい、それで来れないですね、はい、そうです、そうです、どこで働いてるんですか。秋田市ではない、秋田ではない、秋田ではもともと東北をぐるぐる回るような会社で、今は、うん、山形市の方に、お山形、出身は、出身は、由利本荘市、秋田県で、うん、由利本荘市の東由利町が僕出身です、うん、はい、ここで山形の写真もあるということで、お、いいね、はい、山形っぽいやつね。あ、全然山形っぽくねえよ。いろんな写真あったけどこれだったんだね。チョイス。わかんねえよこれ。この間、ついこの間ゴールデンウィーク入ってすぐの時に、はい、すごい寒かった日があって、秋田県内も少し雪降ったはずなんですけど、うんうん、山形も積もるだけ降って。で、まあ、これね、山形大学の人工芝のグラウンドのとこにも雪積もって、本当はね、奥に緑の人工芝がちらっと見えるんですけど。うん、これちょっと前の、ちょっと前、29とか30とかそのくらいの、先週ぐらいだ、そうそうそう、山形おっかめる、今も溶けてる、今も、あ、もうさすがに、うん、これグランドってさっき言ったんですけど、うん、何のグランドなんですか。山形大学の、うん、まあ、この時はアメリカンフットボール、アメフトやってたグランドに、はあ、ちょっとお邪魔して。なんでアメフトのグランドにおばさんがいるんですか。俺趣味で、はい、ずっともう大学入ってからアメリカンフットボールを続けてて、うん、それもあって、それこそ、転勤で秋田来た時は秋田大学のコーチもして、うん、社会人チーム秋田ラムズっていうチームがあるので、そこでキャプテンもやったりして、あと東北リーグで優勝とかもしてたので、そうなんです、すごい人なんで、そうなんです、なんすかチームメイトとかびっくりしないですか、キャミソールブラザーズだってなると、あ、もうもうみんなニヤニヤしながら遠くから見てくる。おば、おばやってらなっつって。はいはいはい。なるほど。ということで、まあ、普段はね、体を鍛えてるっていうことで、うん、そちらの様子も写真見ていきましょうか。そうです、勝手に、ね、写真が。こんな、ほら、こういうのも、あ、だいたいチョイスされるんだよ。こんなシンプルプライベートな写真も。あら、へえ、ぞ、CNA は。これは普段ジムに行って鍛えてる。ジムに行って、まあ、アメフトのこともあるし、あとやっぱ、うん、キャミソールブラザーズのルールとして、うん、ガタイはよくあれと。はいはいはい、華奢なやつはいらねえと、うんうん。痩せたら評価が下がるの。はいはい、そうそうですね。すごいスリムなキャミソールブラザーズって怖いっすね、逆に。怖いね、見てられないと思う。見てられないと思う。これがさっきのあれですか、アメフトのグランド。そうそうそう、この時は山形大学の。うん、そうそう、あの練習をちょっとバックに撮らせてもらって、うん、あ、もうつぶらな目が可愛いね。なのよ、雨降ってて寂して。それ普段も言い合ってるんですか、可愛いねとか。やっぱ褒め合わないと。この年になると褒めてもらえないんだから。褒める側だからね。まあ、山形でもこうやって活躍してるということなんですけども、はい、まあ、イベントごとにこう秋田に戻ってくるわけじゃないですか、うんうん、ちょっとやっぱ距離もあるししんどいところはあるんじゃないですか、うん、体力的にはしんどいです、うん、そうです。今年齢って今43になりました。43、おかげさまで。昨日誕生日、昨日誕生日です、ありがとうございます、うん、ありがとうございます。ここでケーキから花束が、ケーキが、はい、ケーキと花束が、山菜ケーキが。わらびの玉みたいな。もうホットだったんです。まあないんですけどね、はい、まあ、なかなかね、そうですね、秋田と山形って言ってもね、同じ東北といえば、こっちまで来るのって何時間ぐらい車移動ですか。大体まあ山形市から、うん、今小林が住んでる喜多方まで、うん、まあ、車で3時間、そっから秋田各地に行くから大変ですよね。大曲がり横手な数の大館、うん、いろいろ行くので、うん、結局プラス2時間3時間かかる場合もあるし、自分の仕事を、まあ、休みをね削ってでもみんなにこう幸せを届けに行くということですね。ちょっとそのセリフいただきます。届けに来てます。キャミソールブラザーズのなんか今後の目標とかってありますか。一番ないよ。2人して俺を見ないでください。 俺メンバーじゃないんで、うん、2人のなんか目標ありますか。一番ないとこ聞かれちゃったな。うん、まあ、なんかとりあえず楽しければまずいいなっていうのはまずもちろんで、はい、でもこれでも大場と2人でリアルに話してることなんだけど、うん、でもどっちが楽しくなくなったらもうやめよっかって、うんうん、あ、なるほどね、うん、っていうのはお話はしてて、うん、だからなんかこう、こういうとこまで行きたいとか、うん、具体的にはだからちょっとないっていうとなんかねあれだけど、だもんな、ないもんね。出番が欲しいとか、うん、もっとたくさんの人に見てもらえる会場でやりたいとかはあるけど、うん、そうな。後継者とかなんか目星つけてる人とかいるんですか。まあ、今一人いるね。あ、そうなの、うん、あ、うん、いるいるいるな、うん、社長、今年中学校1年生の社長だ、社長だ、うん、ファンの方なんですか。いるいる、
うん、あそうだね、うん、なんかいつもなんかあのおじいさんとおばあさんと一緒に来てくれる子で、うん、毎回俺らに、うん、あのファミマとかでなんかファミチキとか買ってくれる、お腹空いてるって言われて、うん、食べなよ。 俺たちはその子のこと社長って呼んでるんだけど、ね、ラカン君もその社長には世話になってるはずだ。分かりました、ね、お腹減ってるでしょ、食べなよって言われるんだ。なるほど、後継者も、いるということで、じゃあ、はい、うん、そう、それを断言する、はい、います、はい、はい、ありがとうございます。言うと見てたかな。楽しみですね、その新しいメンバーというか、まかり間違ってラカン君がセグマされた、ラッパーになるかもしれない。まあ大場さんに改めてちょっと聞きたいんですけども、はい、まあ、椎名ちゃん今アプリでも見れるんですけども、うん、まあ、山形でも見てくれてると思うんですけども、春からですね、はい、コメンテーターになった、うん、キャミさんに対してちょっとなんかこうダメ出しというか、ちょっともっとこういう風にやったらいいんじゃないかみたいな。ダメ出し限定ね。ダメ出し限定、ね。そこに書いてる。はい、ダメ出し、いいとこと悪いところ。俺も初回見た時腹が抱えて笑っちゃって。あ、本当ですか。多分この番組の空気がまだどうなのかうまくつかめてないけど、でも盛り上げたいはあるし、うんうん、でもラッカン君が今まで作り上げてた温度感もあるし、はいはい、すげえやいのと入れてたら、序盤5分くらいかな。気持ちのこもったラカン君のうるせえなが出てきて、もう最高だったな。俺も俺会社の中で昼休みだったけどゲラゲラ笑っちゃったもんね。あ、それはでも真骨頂、うちの小林がもううるせえぐ出してくれるのがうちの一番いいとこなの で、はい、でしかもラカン君がすぐそれ気づいてくれたもんでね、ありがてえなと思って。なるほど、じゃあ今いいとこ悪いとこどっちなんだろう。どっちも、はい、表裏一体ですよ、はいはい、うん、いいとこ悪いとこ、うん、みんなで成長していけたらいいですよ。めちゃくちゃ綺麗に学べばいい。綺麗にまとめちゃったな。楽しく学んでいく、はい、そうですね。さあ最後にです、ね、2人の今後のイベント予定を、皆さんに告知お願いします。はい、お願いします。はい、まずはじゃあ明日井川町国会園の桜祭りの方に2人で出させてもらいます。ありますよ。今月中だと、そうか、ここでアルベ、うん、秋田市家畜地アルベで5月15日、うん、日曜日ヒーローステージ、はい、ヒーローステージ2020年ビートファイターエースっていうヒーローが主催でやってるヒーローのイベントの中に我々もヒーローとして参加します、うん、はい、あとは5月だと29日か、うん、月末に横手の方でイベントもございますし、うん、あとはそれこそ、今県外の方に、うん、来月なると、山形仙台の方にも行きますし、忙しい、愛知東京の方にも行ったりしますので、よろしくお願いします。はい、手番はいろいろ SNS で発信してますので、ね、よろしくお願いします。明日の、ね、4日のやつはそれこそラカン君も一緒に、うん、ね、時間帯ちょっと違いますけど、はい、出ますし、僕井川町出身でようやく凱旋というか、うん、生まれ故郷で、うん、あの姿でパフォーマンスさせてもらいますので、うん、よろしくお願いします。はい、ぜひね、お近くでキャミソールが出演する際は皆さん見に行っていただけたらと思います。はい、母ちゃん見に来てね。はい。